を生きる今日は東大輔さんです。よろしくお願いします。はい、ようこそいらっしゃいました。はい、ようこそ来ました。はい、その前にではちょっと一つ私の大好きな言葉がある、そこから始めます。天まさにこの人に退任を下さんとすりゃ、必ずまずその人の心身を苦しめ筋骨を労す申し、まず歌手時代の話からちょっとずつお伺いしたいと思います。はいはい、まず、歌手として19歳から、はい、事務所に所属したわけですね。19とか、まあ、20歳ぐらいですか。はい、はい、その時に、芸名は何ていう、その時の事務所の人につけてくれた山中鹿之助という芸名でした。はい、おー、はい、山中鹿之助っていうと、はい、真田十勇士の中の一人、はい、知ってますか真田十勇士。実はあんまり知ってないんですけど、あの、随分私みたいな、はい、あのおじさんになるとよく知ってるんですけど、はい、あの猿飛佐助とかね、ああいう、うん、あの忍者、ね、そうですね、まあああいう人たちと、はい、三好正海とかね、三好正海入道とか、はい、そういう人たちとこう活躍したという話の中ではね、うん、実際歴史上の人物でその通りいらっしゃるんですけど、うん、でまあそのそういう貴重な名前いただいたと。そうですね、その時はまあ貴重かわからなかったんですけど、うん、今考えたらそうですね、貴重。あの山中鹿之助っつったらね、うん、月三日月に祈ったっつって、うん、てなんだっけな、我に七難八苦を与えたまえ、うん、という言葉を起こして、うん、あ、そうなんです。すごい人なんですけどね。同じ七難八苦が降りかかっているんじゃないですか。逆に言うと、どこから山中鹿之助という名前をいただいた時点でもう、はい、自分の人生がある程度規制されたのかもしれない。なるほど、そうなんですね。それほどもう波乱万丈の人生かもしれない、うんうんうん、僕はそういう人生の人大好きなんだ。応援したくなるし、自分もそういう人生ということです。じゃあ、それでそのまあ歌手で、はい、どういうところで活躍したんですか。その時はまあ、そうですね、イオン、うん、グループ某イオングループ、はい、ジャスコとか、うん、某ジャスコとか、それってあのその例えばその店の中でそのイベントみたいな形で歌ったりするとか、はい、そういう感じですか。そうです、イベントスペースで、うん、何十時間テレビ、チャリティーライブとかにも出たり、うん、はい、あの有名なやつに出たんですか。の放送はしないけど、はい、そのスペースだけ。ああ、なるほどなるほど。テレビは出てないけど、はいはい、ああ、なるほどね、はいはい。例えばそこでその時代ってジェロさんの時代って聞いてますけども、ジェロさんの時代って、あ、うん、あのそのジェロさんがあの一世を風靡した時代。そうですね、はい、あのそうですね、はい、そうですね、はい、一曲いけますか。はい、やります。あ、じゃあジェロさんの海行きという曲があるんですけれども、はいはい、もうそうですね、もう10年前ですね、はいはい、お手柔らかにはい、凍える空から海に降る雪は、イエーイ、素晴らしい。そうやって歌ってたわけですね。モノマネ歌手ですかね。モノマネは、今は普通に歌いましたね。あ、普通に歌ってたの。オリジナルはなかったんですか。オリジナルを作りましたね。自分で作詞作曲？作詞だけですね、時は。はい。で、それを歌ったりしてたわけ、ジャスコのあたりで。あ、そうですね、某大型スーパーで。なるほど。まあそれで、そのやっぱり鳴かず飛ばずだったわけですか。鳴かず飛ばずです、はい、で、そこからあんまりその仕事がなくないから、うん、だんだんこうアルバイトとか、そうですね、そういう形に、バイト、アルバイト、工場とか、はい、まあいろんなバイトです、パチンコ屋さんとか、はいはいはい、いろんなバイトしました。で、だん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 その歌手から遠ざかっていくような形、歌手をやりながら、まあな、自分は何がしたいんだろうとか、うんうん、疑問に考えながら、うん、そうですね、うん、
彼女と住んでて、うんうん、あ、彼女がいたんね、はいはいはい、なんか甘えてニートな時代もあったり、うん、あ、ニートになっちゃったんだ、はい、そうですね、うん、まあそれで、まあ、このままじゃいけないなと思って、うん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 、彼女とは付き合いながら、うんうん、環境を変えようと思って関東、うん、鎌倉に来ました、はい、あ、じゃあちょっと待ってくださいね。じゃあ例えばそのニートの時代、やっぱりうっかりミスとかいろいろそういうので、はい、うん、めちゃくちゃ多かったですね。トラブルが起きたり、はい、上司とトラブったりとか。上司とその時はもう、あ、おとなしかったので、まあ、パチンコ屋さんで、このパチンコ、はい、お客さんのパチンコの玉を、はいはい、他のとこ持っていっちゃった、なんか変な、なん違う、入れたあかんとこに入れたり、あ、それでまあ上司の人から、うん、ふざけんなとか、まあ優しくは怒ってくれて、うんうん、でも2回同じミスを2回して、あ、同じことを2回やっちゃった、はい、と、お前前やったんじゃないのって、二度やるなよって言われちゃったわけね。そうです、うん、でこっち来いってなんか、二、うん、人部屋の、二、うん、人の部屋に入れられて閉められた、まあ、怒られて、コンコン、そうです、そんな感じなことが、うん、それっていうのは、うんうん、その後から気がつくんだろうけれども、うん、ADHD ということが 今考えたら、その不注意、うんうん、物忘れが激しいとかは、うんうん、その ADHD の傾向があったからなんだなって今考えたらそう思います、うん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 、はい。ちょっと僕その ADHD っていうのが分かんないんだけど、はい、よくね知らないんで、はい、ちょっと森川さん、はい、説明を手短にお願いしたいんですけど、はい、そうですね、あの ADHD の特性としては、あのまず忘れっぽいという特性があります、はい、うんうん、あと、ボンミスが多いですね、うん、あのすぐ忘れちゃうから同じミスを 何度も繰り返すという方が多いのと、うん、あとはあの多動の方もいらっしゃるので、うん、非常にこう、まあ、うろちょろうろちょろ、うん、落ち着きがない、うん、せっかちであるとか、あの待てないっていう特徴もあるので、うん、物事を待ったりするのが苦手ですぐちょっとイライラしちゃう、うん、せっかちさんだったり、あとはあの逆にとてもぼーっとしてる時間が多かったりするとか、あのそういったまあ特性がありますね、うん、はい、あ、うん、でその19から20ぐらいの時はその、はい、演歌中心だったわけですよね、流れ演歌ポップス、はい、うんうん、でこっち の、 その関東に移ってからはどうだったんですか、やっぱりポップス中心、うん、そうですね、やっぱ演歌じゃないなって思って、うんうんうん、どっちかというとなんか演歌に抵抗がある、うんうん、やっぱ若い、うんうんうん、もうやっぱポップスがいいっていう、うん、なんかカッコつけたいっていうのが少し多分あったと思うんで、うんうん、EXILE、 おお、あっちの方ですか、EXILE のオーディションに出たり、なんかそういうのをよくしました、あ、そうですか、はい、その後、立ち入り勝吉さんの本を読んだわけですね、そうですね、うん、そっから21で読んだのが、はい、もう一気に飛んで29、30とか、あ、30近くなったから、じゃあその間結構時間があるんだ、そうです、はい、その時にはもうある程度 ADHD だってことに気がついてる、それとも判断を受けたのはいつ頃なんですか、まあ27歳今30なので約3年前の秋、うん、それはじゃあどういう関係で、例えばお医者さんに行ったとかそういう形、そうですね、やっぱネットで調べておかしいなと思って、はい、ええ、それはあのつまり、ボンミスが続くとか、うん、それから落ち着かないとか、はい、そういうことがあったんで、ネットでちょっと調べてみたと、はい、そうですね、そしたら、はい、まさに ADHD の症状にぴったりだと、うん、もう 100% 合ってる、これはもうぴったりバッチリだと、病院行って、うん、だからなんで、どういうふうな診断だったんですか、まああなた、まず間違いないって、うん、それは何、ペーパーテストかなんかやるの、ペーパーテスト、心理テスト、うん、丸×とかでしたかね、うん、とか、あと絵を描いてください、うん、木の絵かな、はいはい、木かな、リンゴの絵かな、うん、なんか絵を描くっていうです、ね、そうすると、それでお医者さんが判断してくれるってこと、お医者さんが判断する、はい、お、じゃあそれはお医者さんが判断するってことは診断書も出るってことですよね、診断書をもらおうとすれば多分もらえましたよ、つまり、まあ、そこでその認定されちゃうわけですよね、そうです、診断書、はいはい、その時は今はもらってないですけど、うん、診断書、うん、でも診断はされた、うん、まあ、だからそういう希望のある人はそういうふうにできるわけですよね、はい、はいはい、
じゃあ立ち入り和義さんの話なんですけども、ADHD で良かったという著書を、はい読まれたんですね。読みまして、はい、まあざっと、うん、全部はまだ未だに読めてないですけど、うんはいはい、それで、会いたいと、はい、ADHD をポジティブに捉える人がいらっしゃったので、はいはい、でお茶会、ありますけど来ませんかって言われて、はいはい、来ました、うんはい例えばそのうーん自分のも ADHD だしその立ち入りさんも ADHD だと、はい、そこら辺でこう共通するようなところって感じたりしたんですか。あそうですね共通するとこう感じたり、まあ、そこはお茶会なので、はい、やっぱ発達障害で悩んでるお母さんとかがいらっしゃって、はいはい、あ本人じゃなくてお母さんその発達障害のお子さんを持ったお母さんが来てたわけですね、はいはい、やっぱり ADHD 発達障害で活躍されてる方、うん、まあ多分少なからずいる現実と、うんうんうん、発達障害を未だに、苦しんでる、うん、二次障害でうつ、精神面になってる人もたくさんいられる現実もあるんだなっていうのはやっぱり今でも感じてるしその現場でもやっぱ感じました、はい、でもこの立ち入りさんって、はい、自分が ADHD で良かったって本を書くぐらいだから、はいはい、ポジティブに捉えてるんですね。そうですね立ち入りさんは、はい、ぜひそういうメッセージを与えてる方だったので、うん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 、そこでもご自分もやっぱりポジティブに捉えてるんでしょ。そうですもうなんとか、うん、まあ僕も苦しみながら生きてる人生、はいはいうん、今もそうなんですけど、はい、でもどっちかというとやっぱポジティブに捉えて前向きにこれを生かしていきたいと思ったのでぜひ会いたいと思って会わせていただきましたね、はいはい、いや僕もね、統合失調症で精神病院入ってたので、うんでまあ最初は苦しくてね、なんだか伸び行きになったんだってネガティブでしたけど今考えるとね、そこからやっぱりこのせっかく統合失調症になったんだからそれをポジティブに捉えてそれをカミングアウトして社会に役立てようっていうふうに思ってきましたけどねやっぱりそういうことですよね。はい、はい、そういうことです。そうやってやっぱりそのいや逆に言うとね、僕なんかその精神病になったのが神様に選ばれたんじゃないかと思ってるぐらいなんでね、今はですよ、その時はもう辛かったんですけど、だからこそさっきも言ったようにね、その孟子の言葉なんか出てくるんですよ、うんうん、天まさにこの人の退任を下すんですよ、つまりその使命を神から受けてるんじゃないかと僕は思うわけですよ、うんうん、そうやっぱりご自分も考えたんですよね、立ち入りさんもそうですし、はい、東さんもそうに。そうですね、これはもう本当に死ぬまで、うんやっていきたい、活動というか、うん、の一つです、はい、つまり今まで、はい、その辛いというかぐちゃぐちゃな人生だったけど、はい、ここに来て、はい、使命というか退任というか そうですね、そういうものが見えてきたんですね、はい、一つですね、僕だけにしかできないというか、はい、そうですよね、僕がやるべきこと、はいはい、映画を制作してくださいとお願いされて、そこのお茶会の後の飲み会で、はい、なんていうふうに言われたんですか。発達障害の可能性を伝える短編映画を、作ってくださいと言われて、はいはいはい、作りますはいなりました、はいはい、っていうすぐ言ったわけですね。はいどうぞ。これがこちらたらんプロジェクト可能性発達障害をテーマにした短編映画制作、こちらが現在進行中でございます。ちなみにこれは資金集めを今してる段階ですね。そうですね、あのやっぱ資金集め、まあ、当事者含めて、うん、やっぱりあの同じ志のある、うん、同じ思い、うん、共感できる人にも、はい作ってもう一緒に作りたいと思い、うん、思いますので、うん、詳しくはモーションギャラリー可能性でご検索をいただければと思います。どうぞ。どちらも分かりました。はい、それでその、はい、今どのぐらい資金は今4月3日現在では60万目標を、はい
41,000円。おお。でもゼロじゃないですよね。ゼロじゃない、そう。まだまだこれから。ゼロじゃなくて、そう。40,000円あるわけですから。共感していただいてる方がいたわけですよ。ゼロだったらいないけど、うん、いたんですから、ね。素晴らしいと思います。ありがとうございます。なんとかね、はい、この4月12日まで、うん、締め切りが12日です、ね、はい、あと、40、50何万、56,59,050円、厳しいけど、あの僕もあのクナン吹こうっつって、クナンが来るとおー来いよっていう感じになるんで、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。それで今日、あ、昨日は4月2日、今日現在4月3日ですから、はい、4月2日っていうのは世界自閉症啓発デー、はい、っていうことなんですよね。そうですね、はい、ちょっと僕そこら辺認識が甘いので、はい、もしよかったら喋っていただきたいんですけども、はい、そうですね、国連が定めた、僕も、はい、これ最近知ったんですけど、国が定めた、はい、まず自閉症がを、ま、啓発する習慣といいますか、うん、それが2日からで、イメージカラーはブルー、はい、青い、今来てるそうですね、はい、そうなんです、ブルーなので、まあ、まだ知らない方も結構日本世界にはいらっしゃるので、発達障害と自閉症、まあ、もほど近いというか、まあ、一緒というか感じですので、共に何かやっていければなと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。